私は山陽山陰の境目に近い岡山県の山の中で生まれたものであります。そうして私はその末っ子であります。水の未百姓の貧しい家庭に8番目の男の子が生まれたので、父も母も共にこれを喜びました。しかしながら、いかにしてこの子供を育て、また教育するかということについては全く先が見えません。そこで一心に神信心を始めました。それは何という神様を拝んだのだか私にもよく分かりませんけれども、私の知っていることは、母が朝な夕なにぬかづいて神を拝み、どうかこの赤ん坊が無事で成人しまするよう、成人の後はあまり人様にご迷惑をかけないで、何か良いことをするものとなりまするようにと念じたことであります。隠するうちにまた母が考えましたことは、いくら口でばかりこうしたことを願うたからと言うて、もしその願いが真心から出ておることを神様に見届けられないならば無駄であろうと、そう考えました。それではどうしたならば自分の願いが真心から出ておることを神様に見届けられるであろうか、いろいろ工夫したのであります。前申し上げるように、私の郷里はいかにもひどい山の中で、海から20里ほどもございまして、もし何かご馳走とかまたは需要物とかいうものがあったとすれば、新鮮な野菜物を除いてはただ鶏の卵のほかにはなかったのであります。それゆえ私の母は、その地方で得られる一番の需要物、また一番のご馳走である卵を食べないことにして神様を念じたならば、あるいは神様がそれをその祈りの真心から出た印と認められるであろうかと、かように考えましたから、次来朝な夕なに両手を合わせ神の前にぬかづいて、母は祈念を込めました。どうかこの赤ん坊が無事で育ちまするよう、また成人の後はあまり人様にご迷惑をかけないで、何か良いことをするものとなりまするように、真心から願った印に私は一生涯卵を食べませんというのでありました。それから数え年の70歳で死ぬるまで足掛け30年間、前申すようにその地方で唯一の需要物、また唯一のご馳走とも言うべき卵をただ一つもいただかないで、拝みに拝んで死んでくれたのであります。私は家が貧しいことやその他の理由で数え年9歳の時、父母のもとを離れて今日まで独立でやっております。その間苦学しておる時など、夏休みに郷里に帰ってみると、母は貧苦にやつれたのでもありましょうが、よそのおっかさんたちよりは年の取り方が早いように見えました。私は母を気の毒に思い、おっかさん、あなたの願いはもう神様に届いております、私もせいぜい奮発しますから、私のことは安心して、今から後卵でも魚でも食べられる時は食べ、体を大事にし、私どもの末を見届けていただきたいものでありますと何度も言いましたが、母は頑として応じません。そういう理屈も言えるか知らないが、それでは神様に対する私の真心が通らないから、私は一旦約束したことは最後まで守ります。ただ私の願いは、お前が良い人になって良いことをするようにという、ただこれだけでありますと言うて、とうとう前申し上げたように30年の間その約束を守り通してくれたのであります。私は今にしてしみじみ母のことを考えます。私はこれまでいろいろ書物を読み、また人様のお話も聞いてみましたが、それらすべてに勝りて慈愛の神様がこの世にいますに相違ないという何よりの証拠は私の母であります。すなわち母の愛であります。
私にこうしたありがたい母をくれた神様は、その母を幾万倍した愛の神様でなくてはならないというのが、私にとって何より確実な有神論の根底であります。諸君、母は誠にありがたいものであります。そのありがたい母を私どもにくれた神様は、さらにそれよりもありがたいお方であります。